来てくれたんですね。そんな濡れぎぬですよあなたはここで裁判を受けてください俺は今まで悪いことなんか何一つしないで生きてきたのにこれからはポケットの中には気をつけることだ何が入ってるかわからんからな高く売ってくださいよ買った時は銀貨434枚もしたんですからそうしますもういいだろうええ 彼の持っていた宝石や換金したお金などは証拠品として全て没収された <laughs> そうですかサイレンサーにプラスチックナイフワイヤー暗殺用のものばかりじゃないですかまったく。